もしかしたら、私が神経わからんなのかもしれないけど、昔、彼氏が私の部屋に、マイコップとして置いていった湯飲み、楽焼きの手作りを割ってしまった。置いたところが、テーブルの下と突拍子もなくて、気づかずスコーン溶け飛ばしてしまい、玄関に落ちて割れた。とにかく次に会った時、彼氏にはよく謝ったんだけど、すごい激高され罵倒された。その日は怒りながら帰っていき、また、次来ては、すぐ、湯飲みのことで怒られ、その間にも散々メールで、バカだとかグズだとか罵倒された。そんなに私がバカだクソだ、嫌なやっこだならもう別れるわ。と言ったら、逆ギレするその性格がクソだ、もっと心から謝れ。とか言われた。一晩に20回くらい電話してきて、湯飲みのことで怒鳴られた夜もあった。何でもその湯飲みは、中学の修学旅行先で親友が作った楽焼きで、交換後に転校してしまいもう会うこともできない、とにかく思い出の詰まった湯飲みなんだという。確かに割れた湯飲みの下には、知らないフルネームが書いてあった。なんで、そんな貴重なものを、私の家のテーブルの下に。と言ったら、その誠意のない態度がムカつくんだよ。俺が悪いみたいに責任転嫁するな、と切れる。ふと思い立って、そのフルネームの彼を、仕事のコネ使って調べてみた。数日でその人が見つかって、連絡も取れた。できたら会ってお話聞けないか。と言ったら驚いてた。都内で待ち合わせした、その男性は、その湯飲みは、確かに彼と交換したが、理由は彼が、お前の方が、出来がいいずるい、俺のは最悪。とか言ったから、湯飲みなんかどうでもいいし、ただ交換したんだったと思う。彼とは、修学旅行で、たまたま同じ班になっただけで、友人というほどの個人的な交流は全くないと言った。私が、彼にお礼を言って帰ろうとすると、今僕が言ったことを、そのまま彼に伝えても、俺にとっては思い出の品だと言われればそうだし、彼の言葉の反論には使えないと思う？余計怒らすばかりだから。今日のことは、まだ言わない方がいい。別れたいのなら、もっと、中間に第三者を挟んで、冷静に交渉して、なるべく円満な方法で別れるべきだ。自分や状況が客観視できないときは、相談に乗るから。と言われた。その後も、彼氏との共通の知り合い、高校の元先輩数人を挟みつつ、湯飲みの弁償と別れの交渉を進め、状況を、時々、湯飲みの彼に報告し、次の手を練って、数ヶ月後には、そんなに嫌なら別れてもいい。という言葉を彼氏から引き出し、ありがとう、すごく嬉しい。と彼氏にお礼を言って、その日でその場で別れた。そのことを報告すると、湯飲みの彼はとても喜んでくれて、今度飲みに行こうかと言ってくれた。その湯飲みの彼とも、もう結婚16年になる。喧嘩したこともあるけど、優しい頼りになる彼と子供2人と楽しい生活で、湯飲みには心から感謝してる。湯飲み、計画通り。テーブルの下に湯飲み置くって何なんだ。まじない？ただのモラハラ用の罠？逆ギレとは思わんわ。謝ってる人間見るとテンション上がるどくされ。いいんじゃないの？女の勘だ。湯飲みをテーブルの下に置く元彼が神経わからん。あなたは何も悪くないよ。Thank you.